スタートしました。少しばらつきましたが、さあ先行争いで5番のズアーが行きました。まず5番のズアー、しかしこれを外からクリスタ並んでかわそうかという勢い。その後ですが鹿島ツインテールがわずかに3番手、そして外から11番のヤマニンペダラーダが追走しています。さらにその後方集団固まっておりますが、間からはパンツァネッラ、最内からは1番のモズメイダンと接近して、この圏内外からアースラブームが行っています。その後にルーズベルトゲームに12番の NT バルドル、この辺りは中団を形成。その後にエイシン梅、外からと半分差9番の湘南カノンがつけて3コーナーをカーブしていきます。さらに外差がなくラチャルカが接近していきました。さらに内からはゼッケン3番のメモリーディリが行っています。後方展開ばらけまして、内からはゼッケン13番の大勢フィナール、外からは2番のプリンセスラグーンが追走そうです。そして後方から現在2投目を進む7番のレックス、最後方ですが少し置かれた17番のシンボリクレールという体勢。先頭はこれから4コーナーをカーブしていきます。現在先頭は5番のズアー、ズアーが逃げております。これをピタッとマークするように15番クリスタが現在単独2番手の位置、内からはモズメイダンが接近。さらに外に持ち出してじわじわっと前に接近するルーズベルトゲーム、連れて上がっていったのが11番のヤマニンペダラーダ。さあ前の争いですが、ズアー粘っている、ズアー粘っている、外に持ち出してエンジンがかかってきた10番のルーズベルトゲームが伸びてくるが突き放しています。5番のズアー先頭だ、ズアー先頭だ、5馬身ぐらいのリード、2番手10番のルーズベルトゲームで合輪。5番のズアー勝ちました。2着10番のルーズベルトゲーム、人気2頭の決着。